はい、こんにちは、大竹誠です。今日は12月の12日月曜日。うん、今日のパートナーははい。あなたは稲妻のように。私の心を引き裂いた。ヨーロンリーさんだ。あ,あ <laughs> <laughs> ちょっと最後ちょっとはい冬の稲妻から始まりました浅江島あで奈里子です妹の美穂ですなんかちょっといつもよりもちょっとやっつけ感がやっつけ感ございますちょっと画策な感じがちょっとしましたけど私の気のせいでしょう冬冬つながりで冬の稲妻をいただきましたはい私の横にはこんにちは文化放送アナウンサー砂山啓太郎ですはい月曜日は他曲他他曲でも めちゃめちゃ働いている、この方です。はい、どうも、森永卓郎です。声荒れてます。声声出ないくらい荒れてる。完成してますから、今ね。森永さん、どっかで歌うたって、変なこと言われたって聞いたけど。いや、いや、いや、どうした。あの、昨日、日本放送のイベントで、あの。 最初仮面舞踏会を歌ったんですけど柿原アナウンサーの前、そこに入る前に「君だけに」をアカペラで私のソロで入るっていう「少年隊の君だけに」ってやつもうワンフレーズぐらい歌ってもらえ ああ君だけにああ巡り合うためにっていうところで、袖でうつみみどりさんがこいつの歌には音程がないって言って言われましたか。言われました。あのたのねさんに俺も昔音程の破壊者って言われてねキャッチフレーズがかっこいい。 名言続出、はい。ええー、ミホが今一番楽しそうな顔をして森永さんの歌を歌っいてましたい <laughs>、えー、いいお声だったんですよ。そういいの。声はいい。いいお声で。声はいいんだけど、あ,あとは、えー。でも、うん。うん 音程がねちょちょっとね何弱いなんで私に向かってなんで私に向かって言うのちそこもそこもいいという森永先生の目を見ておし合いなのエリコさんはどう思ったのいやいやでもあのちょっとあのやっぱ音程を確認されつつだったのかうっすらこう目をつぶってね歌ってらっしゃるそのお顔がなんか少年って感じがしました少年でしたねさすがの慶太郎からもツッコミもうここまで黙ってるわけには この歌聞いて黙ってるわけにはいかないっていう感じの少年隊を歌う夢見る少年みたいな感じでしたけど。はいはいし詰まってまいりました。もう今年もあと三週間を切ってますか。ね二週間ちょっとだよね。はい十二月の十二日ねえと番組にはですね。えあの森永さんもたくさん野菜を持ってきていただきましたが。えケータロくんそれ以外でも野菜が来てましたね。そうですね。 え、ちょっとメッセージをご紹介します。お久しぶりです。雷匠の母です。お母様、お母様、お母様、さつまいもがとても甘くなり寒くなってきたので、干し芋もできました。はい、かっ干し芋はお友達の家のものですけどね。笑い文化放送に送りました。干し芋は皆さんで食べてくださいね。そして今年もリスナープレゼント。お さつまいも5 5 1箱名様にさつまいもの種類は届いてからのお楽しみということでワクワク感があるでしょうか紅あずま、紅はるかシルクスイート安納芋福紫の5種類から2種類のお楽しみミックスパックでお届けしたいいと思ます実は9月末に私バレーボールの練習中に左足首を骨折してしまいました。骨折 ギプスをしながら、お芋掘り頑張ったので、今年のお芋はさらにおいしいはずですよと。いただいてます。ありがとう。お芋掘りね。近況報告から、もう頭なんか山内ハームでいっぱいね。まあ、それでもね、雷がいなくなってからも、毎年送っていただいて、で、五キロ、五キロが一人5キロ。はい。五キロ、一箱5名様に。 ありがたいことでねえこの季節が来たねって毎年だからね夏にはメロン夏にはメロン夏にはメロンねえいやすごいすごいじゃあプレゼントのじゃあ大もさき改めて雷匠さんのご実家山市ファームのさつまいも5キロ 1箱5名様にプレゼントお希望の方はメールかファックスでご応募くださいメールアドレスゴールデンアットマーク j o q r ネットゴール g o l d n アットマーク JOQR.net ファックスは0354031151ファックスは東京0354031151番です雷匠んの実家山市ームのさつまいもプレゼント希望と書いて住所と本名もねそして連絡先も 書いてお送りください。当選者は今日の番組のエンディングで発表いたします。楽しみです。えーとそれでえーと森永さんからも今日はもういろんななんかみみかんあれみかんでかかったね。はい。まだちょっともうちょっといた方がいいかもしれないです。あそうすぐ食べたらまだし。まあ食べられます。食べられるけどスパイ。はい。 あのミカンどうしたの、あれは。あれ近所の。近所。近所。なんだか、近頃、かきとか、近、近所多いですね。あの、もうね、霜降りちゃって。で、本当は、暖かいのが続ければ、大量のトマトが取れるはず。あらあら。ええ、霜にやられてしまいました。ええ、寒さに弱いですね。残念だね。ええと、あとなんか、あれは何ですか。 じゃがいものちっちゃいのありましたねあれは新じゃがです新じゃがですかあれの今年2回目のなので大きくならないんですけどそんなにでも新じゃがですあそうですかあれはあれですねあの見た目カレーライス鍋1杯分ぐらいだまあそのくらいの量だあ、まだこれから取れていくのであそうですか素晴らしいえっと森さんついでに横になんか もありましたねそうなんですよ昨日日本放送のイベントのスポンサーが雪国舞茸さんだったんでか超でかい本んにでかい舞茸たけきみってやつをくれたんですあどうも」って言ったら「マネージャーさんの分もどうぞ」って言ってくれたんですけどうちのマネージャーは前の現場が押して来なかったんで文化放送持っていっちゃえっていう。 俺さん舞茸まで作り始めたかと思っいやいやいやあんなすごいのできないですよいやすごいのがすごいな両手で丸作ったボリュームより多分3倍ぐらいありましたもんね。すごかったまああねの でもあそうかそういう理由かそれじゃさすがにねあの聞いてる方にプレゼントってわけでゃない。ちょっと横流し横流しもいいな横流し。日本オウから来たのこっち持って来ちこっちでこっなねリスナーの方は大喜びかもしれませんけど。これはちょっとね。ちょっとね。少問題があちこちに生じるかも。しれっとな方がいらっしゃる。そですか。はいわかりました。はいそしてそのいただいたあの。 前いただいたエアコンで、エリコさんが何か作ったらしい。金ピラを作りました。金ピラエアコン。いや美味しそう。なんかねもうあの結構いやエアコンもいただいたんで作ってあの持ってくればよかったんですけど、なんかちょっとうちもどのくらい衛生がしっかりしてるのか分からなかったんで、こんな年末年始にね体調崩されちゃうと思って持ってこなくて、ただ温度本当になんか悪もなくて、あの。 皮もその本当に薄皮を剥いた程度でそのままただスライスしてであの炒めたけどシャキシャキで美味しかったです、うん、美味しいだけどなんかこれ、はい、あのあアク抜きなんかはしないもんなんですかこれアク抜きなんかほん全然なくても全然大丈夫でしたよそうのでも綺麗にできてますねあそうそう本当になんかちょっと割と薄く切ってで一回ぐらい水にさらすかなんかシャシャっとして でごま油とあの高菜爪でちょっと炒めたぐらいでしたけどもね。いや美味しかった。あそう。みほさんは食べなかったんです。私に何も言わなくてただ一人で食べた。だってもだから本当にちょっと衛生面が若干心配でいつも二人で食べてんじゃん。そういつも二人で食べてるけどね。箸の口に全部食べちゃってて。いえいえあるのよ。箸つけたのはあるの。あるのまだ残ってるの。 帰ったら食べてもいいけどただちょっと衛生面がちょっと気になっちゃうんですなんかちょっと持ってくるのにはちょっとななんて思ったりしてそうそうそうでも美味しかった本当に美味しかったででサラダにしようかと思ったけどサラダどうかなと思って次はちょっとサラダに挑戦しようかなまだちょっとあるのではい。 でも泥付きだったんでねまだ日持ちもあって美味しかったです。まだヤコン一本植わってるんでそうですか。じゃ追加で。え一個ヤコンわヤコ植わってると根は何個ぐらいついてるのあれ。え十個ぐらい。あそんなに付いてるんです。ごいですね。まあでもこれであれだよねもう美穂たちもかなり生活は良くなってるんだけどこの。 ね、コンのどどめ色からは脱却。どどめ色って言わないでくださいなんかこのなんかこのにしめたような色から脱却。なかなか切り替えは脱却できないそうですね。あのだいたいおにしめ色が好きなんですよね。ちょっとどどめ色とかにしめ色とかね。はい。ミさんはうまく踊りができなかったって書いてありますよ。どうしたんですか。あの昨日ですねあのドッキリのね番組にまあで出たというかまあドッキリだっては知らなかったですけど引っかかっちゃったんですけど。 一時間で、あの最近流行ってるあの狐ダンスってこう、こうやってなんか。日本ハムファイターズの、応援の方がね、やってらっしゃるやつ。狐ガールちゃんたちがこう踊ってるのを、あの一時間で全部振りを覚えてできたら。 あの北海道旅行プレゼントっていうね、のなんで、あの二人でお姉さんと一緒にね、一生懸命。一生懸命覚えたようとしたんですけどね。一時間、一時間って、まあ、本当に一時間切ってるぐらいのね、時間。だっただけど、君たち意外と体ね、こう、音感もいい。なんか踊れなかった。なんか感動するじゃん、俺。それが、あのみんなが割と知ってる、世に結構出てる、あの狐ダンスは。 まあまだ覚えやすいんですけど、はい、そのこのキツネガールズって方が、うんうん、あのファン感謝祭とかなんかそういう、うん、なんかイベントとかで、うん、フル尺で踊るやつがあるんですよね。うん、何分ぐらいなのかしらで、なんか二分ぐらいかしらね。その、うんうん なんか簡単なとこ簡単なとこの中の部分がすごい難しかったのね中盤がすごいなんかねこうい,ろいろんな振りになってね難しいのよ、ね。ルロートルっていうの間違ってる感じで使い方なんかちょっとあのおばさんたちには、うん、なかなか覚えられないテンポとかだったわね。うん、そうなんなんだ何回やっっても覚えられなかった、ね、でずいぶんミニスカ履いて、うん、後ろにキツネの尻尾とあと頭に耳なんかつけて一緒に踊ったんですけど。うんうんうん 全然可愛くなかったわね。狐ガールズさんたちみんな可愛いね。可愛かった私たち。スカート短いですね。そうなんですよ。ミニスカを履きまして見えひどいな。ひどいって言わない。ひどいって言わないで。ひどが短い短いスカートも短くて。で中にねちょっと黒のあのね見えてもいいやつなんかを。 履いてたんですけどマネージャーさんがもう心配しちゃってもずっと下げた方がいい下げた方がいいスカートグイグイしてくれたりしてねそれでも見えちゃうだけだったの目の毒なんですなんかルーズソックスみたいな履いてないそうそうなんかねルーズソックスですこれでもルーズソックスを履いたことない世代で履がわからなくてね全然合ってるのかって洗濯して伸びちゃった靴下みたいになっちゃって本当にひどかったわね美穂さんね写真でもひどいね写真でもひどい ミホさんなんかあれえるこの後と四股でも踏むんじゃないかっていう感じ本当にねもうスリムになりたいものですけどだから覚えられなかったんで罰ゲームみたいのがありましてねきつねガールズさんたち8人か10人ぐらいいらっしゃってみんなね バズーカを持ってるんですよ。バズーカの中に、きつねうどんが入ってて。それを私たちに。バーンって、そう、バシャーってかけられて、お出汁とお揚げも全部入ったきつね。そんなバズーカあるの?。かけられ。バシャーンって特注みたいなやつで、六人ぐらい、六人か八人でね、一斉に打たれて。あ、本当に。べちゃべちゃになって。べちゃべちゃ、べちゃべちゃになるの?。汁も入ってるのそれ。汁も入ってる。いや。 ちょっとねその、うん、なんか揚げも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 飛んでくんでよでしたよで顔にぐらいにピタってつけばまたちょっと面白かったんですけどなんか床にベちゃっと落ちちゃってね <laughs> キツネガールズさんがちょっと優しいからそうそうあんまり、ね、顔のあたりを狙わずにねお腹あたりに あの時にね優しさは禁物なんだよね優しさが絶対恨みるみんな優し感にそうね逆になんかちょっとお腹のあたりあったまったかいねいい匂いするなお出汁のいい匂いするなずっとお出汁ババーみたいになっちゃう。でも感想をいただいて世田谷区は松子さんですよね昨日の夜の番組で阿佐ヶ谷姉妹がニッパムの今年流行ったキツネダンスを披露しましたなんて言うんだ ニッパムといのニッパムこれ披露しましたの字がの疲れる方の披露しまになっちゃって疲れもあったのかもしれないですけどねうまいって書いてますね特にお姉さん上手動きにキレがある多分ダンスがお得意ですねとんでもないだのになのになのにちょっと失敗したからってキツネうどんぶっかけるなんてひどい追っていいですよぜひ大竹さんにも披露してくださいあらあ えちょっと今ねマネージャーさんから教えていただいたら、うん、あのきつねうどんね、うん、お揚げがスポンジで、うん、麺はロープだったんですってじゃあだからあんなあの今のこの SDGs の世の中で、うん、あまり食べ物粗末にしちゃいけないというのがドッキリにまで浸透してたみたいで。うんうん 本物に見えると確かにねなんでマネージャーから今言われるまでなんでお前気が付か <laughs> ない<か>全然気が付かなかったでうどんとロープの違いがわかるだろうお前揚げとスポンジの違いぐらい,分かんない <laughs> 口に入ってきてなかったから ただおた。だお出汁だけの温かさしか分からなかったんですよ。ロープのそのねあロープなんてすごい精巧にねちょっと本当に食べてなかったから口に一本ぐらい入ってればね分かったかもしれない。あスポンジだって思ったかもだけど。何も鈍いし老眼も進んでるし。ね。何にも何にも見えないです悲しいですね。本当にね。狐ださ今の今まで狐うどんぶっかけられちゃってって言っと得意ってましってました。恥ずかしいはロープだったの。 恥ずかしいわ <laughs> いやだもう、うん、匂いも忠実だったのにね、うん、ありがたいな。踊れないねちょっと踊れないですここでアピ踊れるア食ってうん、うん

すいませんちょっと疲労して疲労してしまいましたすいません。そうですねなんか二人ともちょっとなんか息が上がってます。すいません早速疲れちゃいました。上がってすみません。動画難しいところあるんだ。難しいめっちゃ難しいんですよ。ごめんなさい。ね森山さんダンスはいやだから昨日ダンスしたんですよ。少年隊の仮面舞踏会ですか。えか歌って踊り戻った。んです歌って踊った。ちょっと何と聞す。もうねやっ やっぱり高齢者になって踊ると <laughs>、うん、もうリハ10回ぐらいやったんですけどそんなにやったのえー、本番の時も足腰が立たないみたい <laughs> リハ10回もやったんです <laughs> すごい、はい、えその時は結構うまくいってた<お>そうでもない、うん、いやまあだからこうだん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 悪くなっていくっていう感じ <laughs> 練習す,ればするほどい <laughs> 疲労が。 でも森永さんその辺なんかこう踊れてや踊るし歌えてる歌うし、ね、う<え>すごいですねそういうことをな,なんかこう尻込みしたの聞いたことないですね,りりねちょっとノリ,ノリで一応何でも一かみすることにして <laughs> 素晴らしいそう出来栄えとかそういうのは別にあんまり気にならないまあ、うん 笑い取れればいいかなっていう。<laughs> いやもう誰よりも芸人でらっしゃって。笑い芸人だよね、それじゃあね。い,ーいやーそうかそういうことが<ー>森永さんも平気でできるんだ。平気なんかどうかなかなかできないよ。 少年隊聞いたね。ねはいはいそんなんで押し詰まってきましたけどもねえまあお正月の話というかクリスマスとかないろいろあるんだけどもう時間がなくなっちゃったな。はいはいえっとケイタ君お願いします。はい。え今日新聞休刊日でしたのでまあ昨日のちょっと長刊が主にはなってるんですがはいはい土曜日ですね。うん。え参議院本会議で いわゆる被害者救済新法というものが可決・成立いたしました、はい、まあこれに関する記事で昨日の毎日新聞ですね、うん、救済法ないよりまし旧統一教会対策弁護士ら批判とあります、うん、全国霊感商法対策弁護士連絡会は10日世界平和統一家庭連合問題の被害者救済法成立に関し 東京都内で記者会見しない、まあ、よりましという程度の内容で救済の幅が広がったと到底言えない早急な見直しが必要だと指摘したとあります重要法案の割に衆参の委員会での審議時間、わずか24時間程度で審議で浮かんだ疑問点がすべて解消されたわけではないと、まあ、多くの課題を抱えたまま施行されることになったとあります。うんうんうん えー、そして、まあこれはまた別のお話になりますが、うん、こちら、東京新聞ですね、はいうん、質問権の行使法、旧統一教会側が反論、文科省に意見書とあります。うんうん 国が宗教法人法に基づく報告聴取質問権を行使したことについて世界平和統一家庭連合旧統一協会が要件を書き違法とする内容の意見書を文科省に提出していたことが関係者への素材で分かったとあります、はい、まあちょっとこのまま言ってしまうと、うん、え質問権は解散命令の自由となる法令に違反し著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為などに該当する疑いがある場合に 行使できる文化庁は旧統一教会について教団の不法行為責任などを認めた民事裁判が合計22件あることを理由に権限行使に踏み切ったと。うん、で関係者によると教団は意見書で質問権の 講師の要件について法令違反は主に刑法を指していて民法の不法行為は含まれないとし講師は違法と主張しているということです今、2回目の講師に向けて文科省は動いているんですが、うん、1>, まあ1回目の講師に関してまあ教団は求められた組織や財産に関する書類については回答期限までに提出して調査には応じているとあります応じた上でまあ反論もしているということですね。うんうん えー、そしてこちらも東京新聞、これ、昨日ですが、時代を読む、えー、法政大学名誉教授、まあ、前総長の田中裕子さんが、うん、マインドコントロールというタイトルで、えー、書かれています。ちょっとざっくりとした説明になってしまうんですが、うん、前半、まあ、最近のこの防衛についてのお話が書いてありまして、戦後77年間、日本人はずっと同じ道を歩んできた、アメリカが望む道だと。 でえー、堀内優作ダートマス大教授が日本人の選挙行動を14年から調査、分析した結果が2021年に公表されましたと雇用政策、金融財政政策原発再稼働集団的自衛権憲法改正など有権者にとって特に重要と思われる争点の政策を政党名を隠して選んでもらう。 まあそうすると必ずしも自民党の政策への賛同が多いわけではないしかし自民党の政策パッケージだと提示した途端それを選択する確率が跳ね上がる、うん、私たち日本の国民の多くは社会の現実と政党の政策を知りその上で投票しているわけではなかった。 考えることなくアメリカに従う自民党、考えることなく自民党に従う国民、そして旧統一教会に従う自民党と国民、まあ、ここからも,もうちょっといろいろ書いてありまして、マインドコントロールという言葉は旧統一教会問題で使われ始め、今再び使われている、しかしマインドコントロールの中で、霊属してきたのは信者だけだったのだろうかと書いてあります。うん、なるほど そしてこちら、防衛財源に関して、ですね今日森永さん、うん、もっと言いたい放題の中でこの防衛財源の話されると思うんで、はい,、うんはい、いますが、えー、ここでも一部ですね、こちら、産経新聞、昨日ですが、防衛財源に所得税案浮上、復興方式活用、個人負担増回避とあるんですが、政府・与党が、 増額方針を示す防衛費の財源として東日本大震災後に導入した復興特別所得税の一部を活用する案が浮上していると復興特別所得税は平成23年の東日本大震災後に復興予算を賄うため創設した次元的な増減 増税措置、うんうん、令和19年末まで所得税額に2.1%が上乗せされ税収はおよそ4000億円に上るとこのうちの一部を防衛財源に充てる案が検討される見通しだとあります。だいいいいた月の半ままでで、まあ、日ぐらいまでこのどういう 財源にするのかという一応こう話し合いが行われるそうなんですが、まあ、この決定ではなく朝日新聞の今日の休館日の号外には、うん、この復興財源を一部使うということは考えていない政府関係者は復興財源を削って防衛費に充てることは政府としてはありえないと話すというコメントも載っておりますので、まあ、どういう形になるか分からないんですが、えー、東日本大震災、復興税の一部を使ったらいいんじゃないかということもまあ議論はされるようですね。 復興税は復興税だろうよ、はいはい、防衛費に使うのは、はい、簡単にここスライドして使いますって言っちゃって、いい話なの、それ、復興税を延長して、うん、まあそれ、うん、復興税が終わってからは、防衛費として使うみたいな、こういう案とかも出てるようですが、もちろんね、復興庁はね、まあ、賛成するわけない、これには反対してると思うんだけど。うん いやだけどそれがスライドしてどんどんそのなし崩し的なのはどううなんだろうねそして見出しだけになるかもしれませんが、うん、こちら。うん えー、共同通信の金曜のまあ、夜配信のニュースですけど防衛省、うん、世論工作の研究に着手、うん、AI 活用、うん、SNS で誘導とありますどういうこと防衛省がまあ、人工知能技術を使って、うん、交流サイト SNS で国内世論を誘導する工作の研究に着手したことが9日複数の政府関係者の取材で分かったと、うんうん、えー、インターネットで影響力があるインフルエンサーが無意識のうちに防衛省にまあ、有利な情報を発信するよう仕向け防衛 政策への支持を広げたり有事で特定国への敵対心を醸成国民の反戦、県ん戦の機運を払拭したりするネット空間でのトレンド作りを目標としているとあります。まあ、中国やロシアなども情報戦に活発に取り組む防衛省は日本もこの分野の能力獲得が必要だと判断したとあります。うんうん、いや,こ,いや,いやこれでも A A、AI を使って、そうですね、インフルエンサーの、はい、こう人たちを、まあまあ、多くの、ね、あれを持ってる人たちの誘導みたいなことをいわゆるこ情報工作されないようにっていう研究だと分かるんですけどね、ちょっとこの文章を見る限り、そうではない感じもしますよね。いだけどね、もう多、まあ、かれ少なかれそういうのは影響してくることはね、必死だからね。 今でもさ、なんか国のアンケートの取り方でさ、こういうアンケートの取り方だとこういうふうになっちゃうよねっていうのはあるもんね、その辺も同じことだよね。もう一つだけちょっと話、はい、こちら、朝日の、まあ、号外になるんですが、茨城県議会選挙ですね。うんうん えー、自民苦戦、現職落選、相次ぐとあります。えー、茨城県議会選、政権への逆風影響もとあります。えー、茨城県議会選挙が十一日投開票されて最大開票の自民党は公認候補三十五人が当選したと、まあ、現有四十四議席だったんですが、公、ま、認、あ、も合わせて十人落選したということで、落選、相次ぐとあります。 まあやはりこれもえ最近、茨城でいうと自民党あの葉前法務大臣のまあ地元が茨城3区なんですが死刑執行を軽んじる法務大臣の役割をまあ軽んじる発言をしてまあ辞任に追い込まれましたがまあこういう旧統一教会問題というのも影響したのか逆風影響もとあります、はいまあ、保守王国の牙城だから、ねそ,ね、そこがこういうことになってきたという。 はい、いや自民党の議員の人が結構落ちてるっていう話だよね。はい、はい、森永さん、ここまでで何か気になったのはありますか、うん、いやだから私は、これ、国政レベルでも、もう一回選挙した方がいいと思うんですね。で、なんでかというと、去年の衆議院選挙の時に、じゃあ、原発を新設・増設しますってあなたたち言ってましたか っていう、はい、言ってませんよね。言ってなかったんで、ねはい、ってない話が溢れているで。で、それをなんか突然、うん、突然言い出したわけですよ。じゃ、うん、去年の選挙の時に防衛費を二、うん、GDP 一パーセントから二パーセント倍増しますって言いましたが、うん、言ってませんよねで。でね、これはダメなんですよ。うん、あのちゃんとこう、うん、国にとって最重要政策は。はい 国民の意見を聞いてからやらなきゃいけないのになんか支持率がもうガタガタに落ちている総理大臣が思いついて勝手にやっちゃダメなんだと私は思うんですでも3年間選挙がないからもうやりたい放題なんだっていうふうにまあ世間では言われているんですけど私はそうでもないんじゃないかなって。 っってていいううふに思ますこのまんま支持率が落ちていくとですね自民党の中でもう岸田総理の下では戦えないって思う国会議員が増えてきてで岸田卸に走るでそのキーマンとなるのがやっぱり二階さんなんだろうなって私は思うんですけれども。 でも反,乱反乱というか、なんていうのか、今度のことに文句をつけているのは高市さんとか、西村さんとか、安倍派ですよね、うん、でだから構造としては、今です、ね、うん、岸田さんと麻生さんと茂木さんがこう組んで、主流派になってるわけですよ。うんうん、でこれれに対して、まあ、安倍派と、うんえー、それから その二階派と、うん、くっついてですね、うんうん、でクーデターを起こすっていうのが、うん、もうそろそろ来るのかなっていう気はするんですけど、うん、じゃあどうやってクーデターを起こすかっていうとその二派に加えて、うん、菅派ってまあ正式な派閥かどうかよくわかんないですけど、うんはい、菅さんグループをくっつけて戦争が始まる。で 菅義偉斉藤番、うん、私だけが言ってるのかと思ったら、うん、今週の「週刊現代」にもそう書いてあって、うん、あり得るんじゃの,あのなんか野党と共闘みたいな話も出てまいやでね私も本当に正直言うと菅さんとひでえなと思ってたんですけど、うん、岸田さん見てるとず、はいぶんましだったんじゃないかな <laughs> <laughs> 菅さん、ここまでひどいことしなかったんで、うん、まあ、そうですね、まあ、あの当時は、まあでも、ちょっとコロナの問題に追われてて、う他のことはちょっと手つかず感がまだありましたからね、はい、今でもコロナの問題はあるんだけど。<laughs> あるんだけど、うん、でも今振り返ると、うん、なんか携帯電話の料金下げてくれたしなみたいな <laughs> ところもあるんですよ。<laughs> もう少しこうバランス感覚があるのは間違いないじゃないですか,、うん、か岸田さんは俺に代わるやつなんて一人もいないぞって今、たかをくくっているんですけどまだ唯一唯一安定感があるのが菅さんなのかなっていう。なななるならないはともかく まあ今、岸田さん、そのさっき言ったね防衛費が2%になることもみんなね知らないうちに国会の中だけで勝手にやってるとまあ森永さん、一番最初におっしゃったのはちゃんと選挙やんなくちゃだめだと。だってこれ、一旦 GDP2% にすると毎年4兆円、ずーっと負担が続くんですよそうですよね。うん、そんななののを単なる総理の思いつきで うん、やっていいとは私はとても思えないですしかもあれだよねあの復興税も今まだ決まってませんけども復興税の方もねその中からちょっと防衛費の方にまあ復興税は復興税だろうと思うんだけど回そうとしようとしてるとかしていないとかいやーそれもまあかなりの無理筋だと思うんですけど復興特別所得税あと15年間なんですよ。そ、はい、そののっってていいうううはやりそうかな はしないでもないいでですけどやでもそれだったらでも復興税はそこで終わるわけでしょうからった終わって終わ、うん、ってだったら別のを立ち上げればいいだけの話で、うん、その真を国民に問わなくちゃいけないとは思うんですけどねはいえー、っと最初の方のこうもういけませんかねさっきの田中裕子さんの意見はもうちょっと出ませんかなんかそこのところが気になるなやっぱしなんか日本が取ってきた政策っていうのがやっぱしなんかこう アメリカに言われて政府政府に言われて国民みたいな、はい、それがなんかもしかするとマインドコントロールじゃないかみたいなことを田中裕子さん言ってなかった？そうですね。うん、はい。まあちょっとご紹介した部分の他に書いてあるのが、まあアメリカ。 日本の臨を歩んできたという中でまあ防衛費倍増というのは以前からまあアメリカに要請されていたとで2021年、日米共同声明でまあ軍事同盟の対象がインド太平洋となって沖縄からフィリピンまでの第一列島線内に中国の軍事力に頼る戦力が必要と考えたアメリカは日本に地上配備型ミサイルを整備することにしたのだ。少しずつ実施されてきた南西諸島での 自衛隊配備と新編成は20年から急激に進んで今や南西諸島に限らず九州や浜松木更津にまで及んでいると、うん、まあこれもこうちょっとアメリカの望むことをこうずっとやってきて果たしてそれでっていう。 まあ国には主権というものがあり対外的にその主権によって自らのありを決定し主張する国民にも主権があって国民はその国家のありを判断し個人としてそれを選び投票する民主主義国家としてそれをしてきたはずだったとあるんですが果たしてどうだったんでしょうかと。んかこうアメリカのこう中国に対する戦略の防波堤の役割を過去からね、うんうん まあ中国とかロシアそれだけじゃないけど北朝鮮も含めてその役割をなんかアメ,アメリカか日本が独自にじゃなくてまあアメリカの発案とお同じようにやってきたんじゃないかとあそれはちょっと問題が大きすぎると日本の発案とか日本の個々の防衛とかそっちのことをちゃんと考えた方がいいかもしれないね。さあ今日も始めましょう